このバンドはコンテンポラリージャズって言って、ちょっと、普通のジャズとは違うんですけど、静かめな感じで他のバンドとは、音量を下げてやっていきたいと思います。で次の曲はクロックとクリープで、その次の曲はヒーライドファイティング、2曲続けていきます。Thank you.
ンバー紹介一人だけしたいと思います。今回、僕のバンドに1年生として乗ってくれた杉田大輝くんです。彼は高校の時の後輩で、すごくこのバンドに合うなと思って呼びました。で、早いもので、次が最後の曲になります。次の曲は、アントニオ・サンチェスっていうドラムの人で、ニューライフっていう曲をやります。聴いてください。ありがとうございました。Thank you.